ズルズルだぞ。11時だぞ。こしたら早起きしとんねん一回。なんで？何時に起きたの？いや。なんで？小僧がうるさいから。小僧がうるさいから？俺運転して。ねえ。もう毎回それやんの。病気。ようやく起きた？何？起きた？起きたって、私は7時半に1回起きてんだって。ちょっとだろ、そっからずっと寝てただろ。あ、1時間ぐらい起きてたよ。俺も9時ぐらいからずっと起きてる。起きてよ。もう今じゃん。美味しいよ。うまい。あ、美味しいね、チャーハン。ごちそうさまでした。ごちそうさま。あ、美味しかった。お世話になりました。は、道の駅さんに敬語使ってて誰も敬語使わねえわ。どこ行くんだ？お前全然ノープランじゃん。俺は決めたけど。私は今日はだからコインランドリーに行きたいのと動画編集したいしかないっす。俺はせっかくここまで来たから熊野古道を歩きたい。どう？私は動画編集しかない。先人たちが歩いた道を行くのがバンライフだろ。一緒に行くんだ。一人じゃ寂しいじゃん。なので、俺はここから行ってくる。お前、痛い。バン、ライフ教。よし、行きましょう。はい。お辞儀。よろしくお願いします。なんか鳴ってる。
おいで、抱っこしてあげるから、おいで、おんぶしてあげるから、ここまで5秒以内に来たらおんぶしてあげる。5、4、3。やあ、分かった分かった。分かった、はい、おいで、はい。あ、5秒以内に手つながないといっちゃうよ。5、4、3、2、1。よいしょ。はい、己との戦いだぞ、山登りは。ノコギリ山を思い出せ。ないじゃん。あれ登った先じゃねえか。ほら、見て。峠まであと20分だ。そうだよ。あった、頂上。少し休憩してから行こうか。じゃあ元気出た？出ないよ。体力。じゃあここで。疲れたね。また買ったばっかじゃない？ドドンってなってたよ、だるま落としみたいに。よし、出口戻ってきたぞ。いい運動になったね。え？もう来ない。往復で1時間ぐらい？もうちょっと？なんじゃろ。あー、疲れた。疲れたね。疲れた。ちょっと温泉入りに行こうよ。あの走り方やって、今日の道の駅の朝のやつ。マジ疲れたな。なんか知んねえけど、俺足もそうなんだけど、背中痛いんだけど、肩甲骨あたり。転んだ時の衝撃じゃない？それか。だってデンってなったもん、上半身デン。雪が降ってるよ。充電してんでしょ、それ。岡山県入りましたね。新宮市、奈良、塚村、県境、和歌山県と奈良県だって。うん。バン、ライフ教。
ほら、でこうやって穴掘ってあるところあるじゃん。そういうところにこうなんか自分で温泉を作ってスコップで、で犬とかと一緒に入れるみたいな。あれそうじゃない？ちょっと来てみ。これとか多分激爪。水やただの。これこういうのとか、こういうのとか多分そうなんや。指取れる、冷たくて。じゃ、うん、ビデオ撮影禁止だから。無料で一番気持ちよかった、うん、広いし、うん、ね、うん、でしかもこっち川だからね、まあ、こっちが川で、あそこせき止めてお風呂になって、すごいな。よし、なんかタオル落っこっとる。行きまっか。いいよ。あー寒っ。風呂で温まって、でも外寒いけど、うちにはこの FF ヒーターがあるから暖かいね。今日ご飯なんか作るの？スパゲッティ。スパゲッティ？よし。あー、うまそうやね今日も。いただきます。こっちはトマト。ライフ今日。